はい、こちらはですね、ラジオネームトーテムさんからいただきました。これ男性の方ですね、はい、もしも万が一、うん、彼女と初めての夜の時に、うん、小物だなと笑われた時に何と返せばいいのかよろしくお願いします。小物っていうのは何があれなやつですか。はい、なるほど。ああ、これは男性としたらこれだいぶショックな出来事でございますからね。うん、いやー、トーテム、もしもじゃねえだろ、これきっと。しかもこいつさ、もしも万が一とか書いてあるから。2回言ってるから。絶対言われたかもね。絶対これね、トーテム言われてるんですよ。これ絶対トーテム1回。小物だなって。うわー、小物だねーって言われてるわけですよ。でもこれに対してのこう、返答が欲しいんだよ。うん、なるほど。それに対しての道場教官のお答えはこちら。昔はすごかった。道場教官もね。もやっぱ年がね。まあね、年ちょっとずつね、超えちゃったから。30だからね、よくさ、みんな知ってるよな、あのパーのね、状態で横に開いて、こう親指が10代、20代、30代、40代、50代とか言いますからね。言いますよね。昔はすごかった。10、20、30だから中指のところ。中指ぐらいですね。だから、ね、中指のところって。まあ、平行線ぐらいですかね。まあね。直線ぐらいですかね。ね、直角ですなっていう。直角です。90度ここで測ろうみたいな感じになっちゃいますからね。そうですね。ふんってね。ふんってなっちゃいますから、ね。そうか。まあ、じゃあ、だとしたら、前野のお答えはこちら。うん、もっと頑張るよ。お前さ、お前なんで言うときにさ、若干腰をカクカクさせた。もっと頑張るよ。みたいな。来い来い来いって。うわ、これやばいね。これあかんかな。これはあかんかったな。これあかんか。これはあかんかった。清水さんダメだよ。これあかんかったな。これはあかんかったな。でもこんな言われたら立ち直れなくない？立ち直れる？いやー、無理だなぁ。じゃあ、タツだったらなんていう、もしこれ実生活で、タツは言われることないだろうけど。いやー、言われたら。怖いですよ。言われたら。言われたことあるよ、俺。そんな髪型いらない。言われたことあるよ。じゃあ、そんな時にタツくんはこう言います。どうぞ。こらー！ギだけはすごいから。ならいいかも。なら許せるかも。そこで頑張るからみたいな。ならいいかも。付属物でね。そう。オプションで頑張るから。オプションね。おまけで頑張っからみたいな。いいんじゃないかな。逆にこっちをおまけだと思ってくらいの。そうそう。逆なんだよ。ほんと。本番がもう前儀みたいなもん。これはもうほんと、俺マジで友達の話なんだけど、うん、ただ俺、これは俺の経験だと思われてもしょうがないんだけど、うん、でもこれ一応ほんとマジで友達の話なんだけど、なんだけど、一回、その人が、こう、海外の人と、なんだろう、合体するときがあって。なるほど。はいはいはい。その合体するときに、もう合体してるのに、うん、早くって。まだなのって言われた。気づかれなかったんだ。うん。ずっと、自分的にはもうインしてる状態なのに、なるほど。まだなのって。うん、それは、カームって言われたらしい。それはどっちがあるかわかんないね。どっちがあるかわかんないね。どうしたらいいんだろうってなって、寝たって言ってた。そうなるよね。だって異物が入ってるのに気づかれなかったってことでしょ。そういうこと、そういうこと。それはショックだよ。それはショックだよ。大変なことでしたよ。大変ですね。有識事態ですよ。有識事態ですな。ね、今回はここまでです。もう一丁いきますか。もう一つ。もう一つだけいこう。もう泣きの一枚でございますよ。もういい加減これでちゃんとしてほしいっていう。そうだね。で、ちゃんとしてほしいのよ、このメールが。すごいぞ。何ラジオネーム、リアル佐藤さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。早速なんですが、はい、今、遠距離中の恋人がいます。はい、あ、この人女性ですね、ちなみに。はい、毎度、彼から、押し倒してほしい。いや、攻めてきてほしいと言われるんですが、うん、恥ずかしいやら何をしたらいいのやらで実行できずにいます。そこでズバリ、男性はどんな風なことを言って、どんな風に攻めてきてほしいのでしょうかと。あ、これは多分ね、道場手塚じゃないね。俺らだね。俺らだね。俺らだね。うん、どんな風なことを言って攻めてきてほしいと。攻めてきてほしいか。どんな風に、うん、どんな風にか、うん、なんだろう。あるなんか。そういうの。どんな風にか、うん、あるなあ。あるか。あるなあ。あるんか、うん。ちょっと待って、俺ちょっといろいろ考えるためにちょっともう一本飲もう。大丈夫かこれお前。お結構飲んでるぞ。うん。うん。
何をしたらいいのだ、どんなことを言ってどんなふうに攻めてきてほしいか。どんちょっと待って、俺言ってほしいことを今限定するわ、うん、いっぱい出すぎてる今、うん、いっぱい出てきてる今、うん、どうしようかな。これちょっとお時間もらっていいですか。これちょっとお時間もらって。そんな考えることなの。ちょっと俺はお時間欲しいですね。すごい、そんなに考えることな。ちょっと真剣に俺考えるわ。なるほど、うん、うん、うん、俺は多分これ言われたらもう分かんな。マジで、うん、あ、ほんと、うん、ちょっと俺考えるわ。マジで、なんだろう、なんだろう、うん、あ、うん、オッケーオッケー、はい、あ、じゃあとりあえず、うん、じゃあもう先に思いついた、うん、はい、前野の方からいきましょうか、うん、じゃあ前野くんのお答えはこちら。おっぱい押し付けて上目遣いでしてって言われたらもう我慢できない、ね、あー我慢できない、あー我慢できないね。これあかんね、これあかんよ。あー本当、これあかん。あ、じゃあ俺ね、逆に俺女性攻めの状態で考えてた、うん、あ、なるほど、うん、それで行くんだったら、うん、あ、俺こうだなっていうのが出た。聞こうか、うん、じゃあ鈴木くんの答えはこちら。ちゃんとしてほしいことを言ったらそうしてあげるねって言いながら、うん、手塚を舐められる。お前リアルすぎるだろマジで。お前ちょっとリアルすぎるよ。ごめんごめん、ちょっとあの後半検閲入っちゃったけど。検閲だよもう。絵が浮かんできたんだよ。なんかもうリアルすぎて。ごめんごめん、ほんと手塚な感じですね、ほんと。あ、せっかくなので清水さんは何と言われて、とんだとばっちりだよ。攻められないですかっていう。とんだとばっちりだよ。攻められたい派、攻めたい派。これ大丈夫ですか。これあの、あの角川書店さん的な。いや、これやばい。攻められたい派です。これやばいっすよ、これ。これやばいな。来たよ、来たよ。前のに続く M が来たよ。攻められたい派ですけど。ってことは、M だから、攻められ慣れてるから、慣れてないだろ、別に。逆に、その攻められた時の一番自分がグッときたことが、グッとくる。大丈夫か。あるわけですよ。ってことだ。静かにして。会社に行けない。静かにして。声でかかったんだね。鬼だけ。あー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 ってなってたね。あーあーみたいな。あーでしょ。ちょっとまあわかりませんけれども、まあそういうことなのかわかりませんね。うわー、惜しい。どういうことなんでしょうね。あー、惜しい。静かにして。これやばいね。相当叫ばれてた。相当叫ばれてた。あー日本人みたいな。今日やばいね。検閲がアホほど入ってる。今日わかんね。今日ほんとアホほど入ってる。わかんないね、これ。なんかね、途中までね、楽しそうな顔してたディレクターの顔がね、だんだんと冷めてきてる。これちょっと、これあかん感じ。やばいだぞ。これ、シラフの人聞いたらあかん感じ。